これは到着をお待ちしていました。捕虜を見せろ。すぐにこちらへどうぞ。 次からは暴力を振る前に言葉で聞いてくれ。スカイウォーカーの居場所だ。教えてもらおう。誰のことを言っているんだ。奴はそれをどこへ。 私の頭から出ていけ。お前には絶対に教えない。入ろれんだ。この船なら安全だと思ったが無駄だ。ここから始まる。 強さを求めて帝国を選んだ。勇敢になれたのか。はい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 。ローサンテックがスカイウォーカーへの地図。 何を言ってるのか分からない。奴はそれをどこに。死ぬ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 。お前の記憶はあまりにも戻る。すぐに話すことになるだろう。これってローグワンの惑星だ。今思ったら どこに行ってんのこれ。
ルークだ。信仰を見つけた。ジェダ、ジェダ、どうして私を助けた。求められたから。恐れるべき相手が。信仰がお前をフォースを、そしてあの老いぼれへと導いた。やつはスカイウォーカーの始祖をどこにやった。お前は愚かにもここに戻った。だからこそ見つかったんだ。今トルカに撃たれてんだろうな。味方なのに。行けばいいんかな。全員倒す感じ。これ。キルルンちゃんと後作る。どこに立ってるの分かんねえ。見えな。頼む、やめてくれ。この中か。地図をどこにあった。バイオラ、地図はバイオラだ。目的は果たした。こいつはもういい。片付ける。具合はどうだ。
ならない真似はよせ、ハスク。お前の考えは分かっている。強がってみせるな。そうだ、お前はもう兵士じゃない。この臆病者めが。武器を捨てて、それで何を得た。父親だ。コルウスで荷物運びだと、アイデンは裏切りを犯したが、だが出る、お前には失望した。人は変わるものだ、違うか。お前はどうだ。生き返ってきた。そうだ、アイデンがどれだけ望もうと俺は殺せない。無駄だ。アスカ、イデオン、頼む、彼女に手を出すな。お前は後悔することになる。セレクション計画は続けられるのでしょ。その逆だ、グレグ。お前を使ったのは一度は役に立ったからだ。お前の故郷を立て直し、ジナータセキュリティに生計を任せた。だがお前は計画を遅らせた上、よそ者に秘密を暴かれた。単純な間違いです。ご安心を。ミリオの活動はすぐに場所を移し、2枚、家3枚を足までお約束します。なら部下を残して働きを見させてもらう。デルミーコとクルーの死体は片付けておけ。コルウスは放置しろ。愛人が追ってくるでしょう。それが目的だ。はい、スターウォーズバトルオブ2キャンペーン、クリアですね。はい。最後の、なんていうの、砂漠にスターデストロイヤーがあったのは、その、エピソード7でね、その砂漠の中にスターデストロイヤーが入ってるシーンがあるんですけども、多分、それですね、多分ね。はい。まあ、それが繋がってるっていう感じですか、本編。あと、まあ、カイロレンがルークの居場所を探している、はじめも、このキャンペーンでね、繋がってました。はい。あと、ま、キャンペーンでなんかその、DLC がね、出たらしくて、この、ハスクとベルシオのまだ、戦いが続いてるんじゃないかなっていうのがね、あります。はい。じゃあ、今回で、バトルフロント2キャンペーン終わります。それではご視聴ありがとうございました。バイバイ。